集落の守り。鬼の体は黄泉の国へと戻された。八軍の怒り、クロードは彼方から静かに敵を葬った。鬼でさえもクロードにとっては敵でなかった。倒れる様を眺めることしかできない。ミオが頼みとした仲間は刃の錆となり果てた。クロードに狙われたが最後敵に逃れる術はない。クロードはさながら死を運ぶ風だ。鬼の命の灯火は静かに消えていった。